その一連のポジ自体が EC のカートシステムではないから、はい。カートの連携っていうのはどうなってるんですか？はい。カートの連携は、自動連携という形をとっていて、自動的に、1日1回バッチ処理、ないしは API 連携をして、はい、データが更新されるような作りをしています。で、日本にあるカートだと、我々ほぼ、すべて裏側やらせていただいていると思うので、はい。まあ、連携制度において、あまり課題は、今のところはですかね。まあ、そうかな。例えば最近だと、ショピファイさんとか、やっぱり増えてきていますし、はい。海外のそのグローバルの、はい、ものも、プラットフォームも、入ってきているな、というのは、やっぱり我々 CRM 事業者だからこそ、どこがこう伸びていて、みたいなことも、なんかこう肌で感じるところはあるな、というところですね。どこのカート使ってるところが多いかっていうのは、どんな感じか最近の結果。そうですね。最近だと、ちょっとこれオフレコですね。はい。最近だと、やっぱり、増えてますね。本当にちょっと偏ってるかもしれないんですけどね。その、打ち手のポジティ自体が、まあ、そういう MA ツールっていうのは、他にもまあ、似たようなものってあったりしますが、そのポジティ自体のこう、強みとかね。はい。独自性っていうのはどこの辺にありますか？まあ、大きく挙げるとすると、二つあると思っていまして、一つはですね、私たち、本当にこう、EC、ツアーの立ち上げのクライアントさんから、通常区、数百億円までの、企業さん、いらっしゃるんですけれども、ツールの特徴としては、シンプルで分かりやすいっていうところなんですね。はい。なので、これから始める人たち、はい。っていうのが、使いやすい環境を整えておりますので、はい。なんかそういう人たちによく好んで使っていただくと。はい、いうところと、あとはですね、EC 特化型 CRM ツール、まあ、最近いくつか出てきているかもしれないんですが、やっぱり、言ってもこう、これだけ長くやっていって、まあ、その機能性もそうなんですけれども、システムって最終的にはですね、私も考えているのは、その、開発すれば作れちゃうんですよね。はい。まあ、それがなかなかできていないっていう特殊な業界ではあるんですけど、なんで、最後の勝負ってどこかって言ったら、ノウハウになってくると思うんですよ。はい。なので、やっぱり我々多くの今まで企業さんご支援させていただいてノウハウがあるっていうところが、結局は機能性であったりとか、そのサポート、実際どういうことをやっていけばいいのか。まあ、ツール入れて、すぐに売り上げ上がるっていうことはないですから、それ運用していかないといけないので、運用面に強いっていうところですかね。今後ね、その会社としては、M ツールだけじゃなく、いろんなサービスをっていうのは、いろいろ今もあるし、これからも考えてると思うけど、はい、どんな、方向とかどんなことしていく予定ですか？はい。私たちはやっぱり、イングランドの軸となっているのは、やっぱり理念なんですね。はい。和の心を世界に広げ、思いやり溢れる社会を実現するっていうのを、まあ CRM において実現をしていきたい。まあ CRM だからこそそれができると考えてるんですけど。なので、まずは、先ほど言いました通り、その総合 CRM カンパニーっていうのを私たちはどんどん強くしていくと。なので、ツールはツールで、今 EC 業界なんですけれども、これから EC 以外の B2C 業界、まあさっき言っていたいろんな成熟産業が増えていき、関係値マーケティングがどんどん多様化して増えてくるので、そういう業界にインフラとして展開をしていきたい、ご提供させていただきたいと思っています。広く B2C 業界ですね。はい。に行くと、エンドにユーザーさんを抱えている業界。で、あとはそれに紐づく、その課題解決。そうなると CRM を取り組むっていうことで、お客様の目がそっちに行きますから、はい、そこに対する、例えば人員であったり、リソースであったりとかですね。はい。まあ予算っていうのも、どんどん市場としては、まあついて活性化してくるということなので、まあそこの課題解決を推進していきたいと。はい。で、もう一つは CRM 人材というところで、やっぱりその CRM に、啓蒙して、そういう人材をやっぱり育っていかないといけないと思っていますので、はい。なので CRM 人材の、例えば教育、ないしは、提供斡旋、はい、いうことですね。はい。これらをですね、私たちの総合 CRM カンパニーというふうな、名のもとですね、推進をしていきたいと。で、私たちの会社としては、一社でこれをやるっていうふうに考えていないので、どんどんその手をつないでですね、はい、皆さんと実現をしていきたいというふうに考えています。会社としてはということだけど、個人としてどうですか、はい、もう、会社のことだけなくね、
の人生としてはどんな感じで今後やっていくか。そうですね。人生としてこれ、話すと本当もう2、3時間ぐらい、話す感じになっちゃいますけど、ね、一番最初のやつもなんかちょっと切られてる感じはしますけども、私のその、人生理念みたいなものがあってですね、はい、やっぱりそれを追求していくっていうことだと思うんですけど、まあ、人生理念っていうのが、世界の発展に貢献をして、まあ、徳を積むっていう人生理念なんですね。それと E グラントの理念は私合致していると思っています、ね、はい、世界の発展に貢献する、まあ、より良い私たちの理念ですね、我の子の世界に思いやりあふれた社会を実現することで世界の発展に貢献できると思っているんですよ、まあ、世界がこう発展して地球が発展していくことを私たちはやっていきたいと思っていますので、なので、個人理念と企業理念は私イコールです。言葉が変わっているだけ。なので、今の E グラントは今の私だと思っているし、はい、別にこれはなんか代表だからどうだからっていうことはなくですね、はい、全てを基本的には自責で考えるようにしていますから、はい、今のこういう状況は、全て私がこれ生んでいるものだと考えていますから、そこは全てにやっていることに対して責任を、まあ、責任範疇を広げて、責任を持って、はい、まあ、今後も変わらずやっていきたいと。はい、いうところですね、はい、なのであとは日本国内だけじゃなくて海外ですね、理念が、はい、思いやられる社会を実現するので日本に限ったことがないのでどんどん世界に広げていくということをやっていきたいと思います。なるほど。日本以外で今の馬の子とか CRM とかっていうのを、はい、発展させてビジネスに成り立っていく可能性のある国とかってどのあたり、はい、私たちは EC が、これから発展していく、ないしは B2C の業界が発展していく、国々は、まあ、ほとんどの国々はそうだと思いますけれども、すべて可能性があると思っています。あとはもう地の利っていうところで、やっぱりこう、私たち日本からするとアジアが近いですから、まずはアジアから。はい。で、その先は、私たちその日本式 CRM、まあ、JCRM って呼んでるんですけど、それが日本の企業が、海外に進出するときの私たち強みだと思ってるんですよ、ね、その顧客との関係値の築き方が日本式であるっていう、はい、それをインフラにしたりですね、でそれをまあシステムとかあと課題解決のそのパッケージにして提供したりですけども、はい、なので国は例えば欧米であっても私たちは日本式 CRM が通用すると思ってますから、はい、なのでそういうところにチャレンジをしていきたいという感じですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。